リニューアル前の上り線の建物木の川サービスエリアは、和歌山県和歌山市の半和自動車道上にあるサービスエリアである。半和自動車道の下り線において、レストランやガソリンスタンドがある最終のサービスエリアである。以前は、木の川 SA を過ぎると売店のある休憩施設が存在しなかったが、現在は、きびゆあさパーキングエリアに24時間営業のファミリーマートが、 インダミ SA に売店とスナックコーナーがオープンしている。2000年代初頭までは、木の川サービスエリアのスナックコーナー、売店が24時間営業ではなかった。2017年3月18日には、両隣に和歌山 JGT が開通したが、地形の都合上、大阪方面出入路と白浜方面出入路が別々に設けられており、 木ノ川 s ス A と和歌山 JCT を相互利用することができない。そのため、木ノ川 s ス A を利用後は、大阪方面は、阪南インターチェンジが、白浜方面は、和歌山北 IC が最短で利用できる施設となる。本線側にトイレやレストランなどの建物、それらとは逆側に駐車場がある数少ないサービスエリアであり、本線逆走防止のため駐車場には本線上の、 交流方向を示す。矢印の書かれた看板が大量に存在する。京奈和自動車道紀北西道路3月18日、岩手根頃 IC 和歌山 JCT が開通します。今回の開通により、半和自動車道、京奈和自動車道が接続、国土交通省近畿地方整備局和歌山河川、国道事務所、2017年1月13日閲覧、AB、 ATM 運用開始のお知らせ E26E42 半和自動車道、木の川 SAA、平成30年6月29日10時、西日本高速道路サービスホールディングス株式会社、2018年7月1日閲覧、ありがとうございます。